こんにちは。動きの骨研究所リハビリセンター理学療法士の西川和弘です。今回の動画は、立ち上がるときに麻痺側の腕がギュッと曲がってしまって、ガタ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 震えてしまうような症状でお困りの方に対しての動画になります。普段皆様、手すりなどを持ちながら立たれてるかと思うんですが、その時に麻痺側の腕はどのようになってるでしょうか。今のようにぐっと曲がってしまったりとか、ガタガタ震えてしまったりとかしていないでしょうか。この曲がってしまったり、ガタガタ震えてしまってるというのも、動きのコツでは何かが感じられてないから力が入って曲がってしまったり震えてしまうような症状になってしまいます。ではどのような部分を気をつけて立ち上がりをすれば腕が曲がらずに楽に立ち上がれるのかを紹介していきたいと思います。皆さん、手すりを持っていただいたときに、ついつい手すりをぐっと引き寄せるように立ち上がっていませんか。実はこの時にも、立ち上がることだけに夢中になるのではなくて、一つ気をつけることで腕の力の入り方も変わるんですね。ではどこかと言いますと、それはお尻なんですね。実は立ち上がろうとして手すりを持った時に、麻痺側のお尻はあまり体重がかかってないんじゃないでしょうか。これが腕を曲げてしまう原因でもあるんですね。お尻の部分がしっかりと感じることができれば、麻痺側の腕も曲がることが少なくなります。では一度やってみましょう。手すりを持っていただいたときに、お尻の体重一度比べてみましょう。もしこの時にいい方ばっかりに体重が偏っている方は、麻痺側の方にも一度体重をゆっくりと感じるように、お尻の外側を気をつけながらゆっくりと体重を乗せてみましょう。そして麻痺側の方もお尻が感じられましたら、そのまま立ち上がっていきます。そうすると先ほどよりも腕が曲がったりとかガタガタしたりとかいう症状が消えていれば大成功です。ぜひ一度立ち上がる前のお尻を気をつけながら実践してみてください。